はい、できました。今日のあちゃんちの晩ご飯はココナッツカレーです。食べましょう。今日ココナッツカレーやからな、ちょっと本格的なカレー。辛いかも分かれ。サラダこれな、トリュフのまた違う金鉄でゴードンのドレッシングだ。はい、ではいただきます。水飲んだらな、辛さが倍増するから量いけるかな。ちょっと辛いめ。どう？あ、水ここにあんねん。これこれ、いや、井戸水がよそよそ。じゃあちょっといきます。カレーおいしい。辛い。カレーは飲み物や。うん、おいしい。ご飯と一緒に食べたらおいしい。辛い。耳かゆいなるぐらい辛い。これやばい。量多分無理かも。辛くても耳かゆならへん。耳かゆならへん。もうかゆなんだ。耳かゆならへん。おじちゃんかゆなんだ。おいしいねんけどな、ちょっと辛い。あと味が辛い。どう？いける？ちょっと普通に食べたことないカレーやろ。本格的なカレー。ミルカレーなの多分あれや。玉ねぎアレルギー反応。え、ちゃう辛っていう。玉ねぎ何でも食べてる。玉ねぎ抜かないか。本格的。インド人のカリーって感じ。美味しい美味しい。トリュフのサラダ。うん、美味しいね。いける？いけるみたい。あっちゃんが辛かった。もう辛くないのか。買いならへん。うん、おいしい。見て、コメントとか今日全然チェックできてない。美味しい。あら、仮想通貨をご飯作った間にめちゃくちゃ落ちた。今日はね、まあ、落ちたいでも横やから、ね、今日はいじくる気はないねんけど。もうここら辺は下手にいじからんはましや。うん、他にまだあんで。うん、おいしい。オードリーをカレーに入れるのはちょっともったいない気がしたけど、でもやっぱ美味しい。鶏肉で言うと美味しいね。カレーにしても肉は全然ちゃう。おかり？水も？美味しいわこれ。本格的で。そんな高くなかったしね。ルーっていうかもうカレー粉やね。全然だからとろみがないけど。おつば？おつば？
まあカットトマト缶、ココナッツ缶、リリアンなんからその分ルーの値段考えると普通のルーより高いけどね。200グラムでも300円ぐらいだと思う。なココナッツが200円か300円かそんなでしょ。カットトマト缶100円ぐらいでしょ。だからまあトータルではまあまあいいけど、僕は肉だけ。じゃがいも人参なしだからね。これで本格的なカレーできて美味しいんちゃうかな。うん、おかしいね。カルディでカレーの本っていうのがあって、本みたいになっとってスパイスがいっぱい入っとって本格的カレーができるの。2種類か3種類味出てに買ってやったことあんねん。結構本格的なスパイスで美味しかったね。美味しい。半熟の卵焼きがあぶっとろっとしてね、おいしいね。うん、おいしい。うん、おいしい。鶏も今回いい鶏だからしっかりしてるわ。味がおいしい。近鉄ってなかなかねちょっと遠くって行かへんねん。で駐車場もね立体やからなんか奥も遠いしね、遠いっていうか下の方空いてへんしね、上の方かんないし、で下手したら道挟んだ向こうかんない時あるからめんどくさくてさ行かへんねん。近鉄やっぱり食材いいのがあるね、高いけど。食材だけじゃなくね、いろんなもんいいの置いてさ、普通のスーパーに何も置いてるね。卵もね、見たことのない平飼い卵とか売ってたから、まあ調べたらケージ飼いやったけどね。でもそういうの置いてる、逆に言ったら10個で60円だから卵置いてない。なんか本格的インドカレーって感じで美味しいね。もっとスパイシーなの好きでね、またインド人のお店食べに行こうかな。
辛い。だんだん効いてくるわ。美味しいけどね。ココナッツカレーってね、あの一口目ココナッツの香りでふわっと優しいんだけど、あとからヒリ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 くるのよ。なかなかこういうね、本格的なカレーを家で食べることはないんで、斬新やったわ。こういうのいいね。こういうのってさ、プロのスパイスって結局いろんなスパイスかき集めて、でそれ調合してプロが一個一個作ってるわけやん。プロっていうかインド人の人ってカレールーを使うんじゃなく、スパイス、要はスパイスだけで作る。今回スパイスだけだからね。たまにでこんな美味しいカレーができるんだったら、こんなん売ってくれたらいいのにね。本格的カレーができる何皿分のスパイスとか、自分でスパイス集めるのが楽しいのかな。でもやっぱり素人、あっちゃんみたいな素人って言ったら、どっちかって言ったら、スパイスだけ買ってきてもまたそのスパイスばっかり困るし、ね、あら1回分に、ね、こうまとめてくれて、でこうなんていうの、こんな感じで売ってくれたらね。今回のはココナッツカレーやったけど、もっとこのいろんななんたらカレーなんたらカレーとかね、そうか。やっぱ自分でスパイス集めて一から作る方がいいのかな。まあ、あのヤバンのカレーがそんな感じ、20種類かなんかのスパイス入っとったけど、なんなんでいろんな味を出してくれてるのね。そうかもうレトルトでこういうインドカレーの店の味とかね、レトルトにできへんのかな。美味しいな、本格的なカリアリでした。買うときなんやねん、こんなちっちゃい、こんなに黄色いのが入って290円くらいぐらいで、なんだこれと思ってみて見たら、ココナッツミルクとカットトマト缶と鶏肉入れてくださいって書いてあって、玉ねぎのね、探したらココナッツ缶なんか、ココナッツミルクっていつも意識してないから、どこに売ってるのかわからんかったんで、うろちょろしとったらあって、あ、これあるわと思って、でカレーもう一回取りに行って、ココナッツミルクでカットトマト缶も鶏肉うちにあるしなと、で買ってきてんけどね、ありでした。これはあの美味しかった、本格的なカレーありやね。こんな感じでスパイスこうできて、タンドリーチキン作ってもおいしいもんしね、ルーを使わないカレーありです。はい。でも自分でスパイス調合してんからね、市販だけど美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、またねこういうの買ってきてやるか、そうか、もうほんまにスパイス買ってきて一から作りたいなって気持ちになってきた。でもカレーは素人やし、何作ってんか分からへんけどね。またその辺、手がすごいすごいカレー噴入してる。そういうねカレーも調べてね、どんなスパイスをどんだけ買ってきてどうやって混ぜたいのかって調べながらやってみたいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯ココナッツカレー、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。本格的なカレー美味しかった。ごちそうさま。